動画の見どころは、現代文の試験で選択肢に迷うときに本文を読まなくても回答に導ける方法があるという話をしていきたいと思っています。こんにちは、9割から勉強法著者の松原です。今日はですね、センター試験直前ということもありますし、現代文が苦手な高2生以下にもね、ぜひね、参考になる動画になるんじゃないかなと思います。はい。でね、今日はこういう題材を使ってですね、現代文の大事な考え方、そして解き方を教えていきたいと思ってます。で、このシリーズは、今後ですね、定期的に配信していこうかなと思ってます。で、それについてね、また別の動画で、ご紹介したいと思ってます。簡単に言うと、偏差値29から最短で、偏差値62に上がる現代文勉強法というのを考えています。はい。それはまた別に話します。ではね、早速今日この問題を解きながら、現代文の解き方、これをマスターしていただきたいなというふうに思います。じゃあ問題を確認しましょう。次のうち、最も正しいものを一つ選べ。よくある問題ですね。はい。で、もちろんこの問題には本文はありません。本文がなくても、実際にこれね、出題された問題なんですけども、解くことができるというのを証明したいと思いますし、これは裏技であり、かつね、勉強法の王道につながる考え方なんで、ぜひね、楽しみに聞いてください。はい。で、今回、正しいものを一つ選べということなんですが、何をもって正しいかっていうところが、非常に今回ね、曖昧ではあるんですが、ただね、一つこの大きなポイントを覚えてほしいんです。はい。他の選択肢と関係性が多いものが正解になると。こういう法則があるんですね。で、じゃあ、この A, B, C, D, E, F, G ですが、この7つの選択肢をね、比較しながら、どの選択肢が一番他の選択肢とね、関係性があるか、これを見ていこうかなと思います。はい。で、こういう時に必要な考え方としては、抽象的なものの見方なんですね。つまり、共通項を見ていくと。そしたら、この A, B, C, D, E, F, G、何か共通していることを見抜けますでしょうか。はい。そうですね。まず、A と、D と、E と、F。この A, D, E, F。これには、適と、言葉がありますね。はい。で、他の B、C、G。これは、性という言葉があるわけです。はい。本筋と少し脱線しますけども、大体ですね、この、2つのグループを分けたときに、数が多い方に正解がある可能性が高い。これも覚えててほしいと思います。もしあなたがね、学問的と客観性迷ってたとした場合にね、性の方は3つで、適は4つだから、E の方がね、正解になることもあり得ます。これはテクニックですね。はい。で、こういうふうに、場合焼きしましたと。で、あとね、関係性っていうのがね、どういうものかっていうと、二つあるんですね。それは、同義、同じ意味っていう関係性と、差異、異なるという関係性です。でね、この言葉の中で、同じ意味とか違う意味、反対の意味ですね。これは反対の意味という。これは反対という意味ですけども、何かなって見ていくと、はい。暫定的。パッと見た感じないですね。で、抽象性ときたら、抽象の反対は具象だから、具象っていうのが、なさそうだなと。で、客観。客観と、相対性って、同義。少なくとも近い言葉だっていうのはわかる。で、次に、相対。相対感全体ですよね。相対と、部分。これは、反対ですね。部分と全体。ね。で、あと何か共通性見ていくと何かあるかなと。特にないですし、差異も特にないですね。はい。ここが、イコール関係だったのかなと。うん。はい。で、これを見たときに、はい。他選択肢と関係性が多いものが正解なんですが、今のところ、D か F か C か G かという可能性があるんですが、この性というグループがね、今回少ないグループじゃないですか。3つなんで。適が4つですよね。だから、
C と G はなくなるので、じゃあ D か F かっていう話なんですが、もう一個ね実は見てほしいのがあって、同音異義、同じ読み方をするけど違う言葉があるかどうかっていうのを見ていくと、実はね、もう一個ありますね。ここの相対、相対、音は一緒だけど意味は違いますね。相対は総合、こっちの総合は全体、こっちの相対は、絶対の反対です。まあ客観とかね、そういう意味になりますから、意味が違うというふうに見たときに、あ、D はこの D と F の関係性だけじゃなく、D と G の関係性もこの法則にね、のっとって見ていくと絞り込めると。まあ、これはですね、正直テクニックだと考えてください。で、この上の2つで見るのは、これはもう王道ですね。常にこういう同義は何か、差異は何か、必ず見てほしいんですね。で、この同意義に関しては最後のね、絞り込みのところで使えるテクニックになります。ということで、今回この問題の答えは D ということになります。いかがでしょうか。ね、今日を覚えてほしいテクニックとしては、他の選択肢と関係性が多いものが正解であり、この関係性っていうのは、同じ意味のもの同士、違う意味のもの同士、あるいは反対の意味のもの同士、そして同音異義、つまり同じ発音だけども、言葉の意味が違うと、言葉の意味が違うものを選ぶということでした。まあね、このテクニックは、まあ本当に裏技的でもあるんですが、王道を言ってる方法でもあるので、ぜひね、センターあるいは個別試験で迷った時は、この選択の種の処理の仕方を思い出してね、やっていただくといいかなと思います。今日は以上です。